ニュースまぐみです。有線でのオンエア回数やリスナーからのリクエストを集計した2020年間有線ヒットランキングの授賞式が開催され、裸の心で総合ランキング第1位を獲得したあいみょんさんが黒ジャケット姿で登場し、笑顔で感想を述べました。今年の漢字について尋ねられると、曲名にも入っている心と回答したあいみょんさん。また今年1年を振り返り、たくさんドキドキしたし、ワクワクしたし、心がいい意味でも悪い意味でも忙しい1年でしたともコメントしました。ニュースマグビ